しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます。 NBC 村山ひとしです。しゅうちゃんこと船橋修一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州協具株式会社の社長しゅうちゃんこと船橋修一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺いますよ。はい、年末のこの最中、 NBC 本社ビル7階のスタジオにおります。大晦日にようこそお越しくださいましたありがとうございます。はい、さて、まあ、大晦日ですから1年を振り返っていかがでしょうか。そうですね、今年は何といってもこのコロナに触れないわけいきませんよね。はい、突発的に降って湧いたコロナ、世界同時進行、はい、見たくないものを見なきゃいけない、つけたくないマスクをつけなきゃいけない、はい、大変な1年でしたね。そうですね、もうSF 映画か SF 小説の中で起こるようなことが今世界で起きてますからね。そうですね、うん、もしこれSF のネタにしたら全く現実味のないストーリーでしょうね。そうですね、世界同時進行の感染症なんて、どっかの町が病原菌に侵されるってのはありましたけどね。そうですね、まあ、小松左京の復活の日という名作がありましたけれども、そうですね、あの小説は非常にドラマチックだったので、それに比べるとちょっと、まあ、言い方が合ってるかどうか分かりませんが、なんだか地味で、地味だけどボディーブローのようにじわじわと効いてきている、そんな状況ですよね。そうですね、そしてこの目に見えないウイルスがありとあらゆるものをダウンさせた、経済もそして人と人との間もですね、これと立ち向かっていかなきゃいけない、はい、いつ終わるか分かんない、そういういわゆる不安な中での大晦日っていうところじゃないでしょうかね。そうですね、ラジオをお聞きの皆さんにどうですか、しゅうちゃんから。いやでも変わらなきゃいけない、生活を変えなきゃいけないっていう目になってしまいます。はい、この変わらなきゃいけない生活に対してやっぱり立ち向かう勇気を持たなきゃいけないっていうのを身に染みて感じてますよね。はい、でも変えられないものもありますね。はい、例えばマスクをつけるとか、もうこれはもうつけなきゃいけない、そして当たり前の生活をしたいんだけど当たり前のことができない、これは甘んじて受ける、これも勇気ですよね。はい、でも我々は変えるべきものを変え、変えちゃいけないものを変えないという、この見極めをやっぱりきちっとしないと、これ間違ってる人は結構見受けられるような気がします。そうですか。はい、公共の場でマスクをしない人もいる、それを自己主張だと勘違いしている人もいる、それは受け入れなきゃいけないですね。でもそういう人に限って自分自身を変えるという努力を怠っているのではないかなと。自己の発散というのは人前でマスクをしないことじゃなくて自分自身の内面を変えることだろうと思いますね。この勇気を来年は自分自身に神に与えてほしいなっていうところじゃないでしょうか。しゅうちゃん自身がそこを頑張っていきたいということなんですね。自分ができてるとはとても言えません。なるほど、まあ、今年1年の総括は来年につながるお話となりましたね。そうですね、いや、まあ、それにしても今年1年しゅうちゃんお世話になりました。ありがとうございました。村山さん、来年もよろしくお願いいたしますというわけで、それでは皆様、また来週、良いお年をどうぞ。